日本関東地方東京都町田市農家谷農家屋は東京都町田市の町名。現行行政地名は農家屋一丁目から七丁目。郵便番号一九五のゼロゼロ五三。町田市の北東部に位置する。住居表示実施済み。小田急電鉄小田原線の鶴川駅がある。北部、東部、南部は神奈川県川崎市浅尾区。南部は三和町。 西部は、大倉町と鶴川と広場鎌町と接する。住宅地の地価は、二千十四年一月一日の、工事地価によれば、農が屋後の三十三の十二の地点で十六万六千円、平方メートルとなっている。武蔵区に鈴木郡畑屋里に属し、その後、多摩郡小山田正造屋田号に属し、その後、多摩郡湯崎良に属した。鎌倉時代に、 紀州田辺郡から上倉関左衛門重信、鈴木白左衛門、夏目与蔵右衛門の森半兵衛の4人が開拓してから集落になり、自家が谷と呼ばれたが、天正年間から農家屋と記されている。武装層2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 農賀屋一丁目には小田急電鉄小田原線の鶴川駅が置かれている。農賀屋の北東部には神奈川県川崎市麻生区にある柿尾駅や五月台駅が最寄り駅になる場所もある。鶴川街道農賀屋きつねくぼりょありがとうございます。